こんにちは、速稼塾の久保です。今でこそね、この隠居 TV なんてねことやってたりとか、億万長者合宿みたいなふざけたことやってますけども、私もね40歳になるまでは、本当ブラック労働の一員でしたね。よくね、ブラック企業ブラック企業って言いますけど、私はブラック企業を経営してた方なんですよ。従業員さんにやっぱり長時間労働ね、15時間労働ぐらいだったと思いますよ。やっぱ心理的にも現実的にもね、勤務時間がだって13時間ですからね。昼の11時から夜の24時までやってるわけですから、13時間勤務なんですよ。で、前後の仕事への手間とか片付けとか合わせたら、やっぱりね14時間15時間とか1日の中で拘束していました。で、給料が十分払えていたかというと、私は最大限お支払いしていたのと、あとは昇給制もありましたし、資格手当もつけていたりとかね、住宅手当をつけていたりとか、社会保険つけていたりとか、もう至り尽くせりだったんで、まあ、赤字が止まらなかったんですけども、まあそのね、いわゆる後ろ指を刺されないぐらいのものは払っていたかなと思うんですよ。ただやっぱりね、どうしても取り戻せないのが時間なんですよね。20代ぐらいでうちの会社入ってくれて、まあね、30代の半ばぐらいまで皆さんね、社員として勤務してくれたんですよ。で、その時に会社がなくなるわけですから、私の店がなくなるわけですから、そんな倒産したね、倒産というか、閉店した債務超過の麻雀店の従業員さんが転職できる先なんて、そう多いするとありませんのでね、行く先って言ったら結局、もっと待遇の悪い、もしくは違法に手を染めた麻雀店ぐらいしかありませんので、これはかわいそうな人生だと思いますよ。でもやっぱりね、そういう中でも自分の人生は自分でケツ持っていかないといけないんですよね。あいつのせいだとか、この会社にやられたとか、先生が悪かったとか、いろいろ言ってもね、結局同じなんですよ。どんな状況も含めて自分の手札、自分の手持ちのカードなわけなんですよね。それこそね、ワイルドカードなんて人生には渡されないんですよ。ただ私はね、自分の人生をワイルドカードなしに、本当の1ペアとか2ペアを積み重ねてここまで来たと思ってます。逆転の方法なんて何もなかったと思うんですよね。ただね、ネットビジネスというものに出会って、まあ3カードができるようになったかなというところと、あとそうです、ジョーカーが手に入ったってことですかね。だから1ペアも3カードにできるし、2ペアはフルハウスにできるみたいな、そういうふうな情報バイラルは起こせたかなと思うんですよ。で、そのインターネットビジネスに出会えて何が一番良かったかというと、当たり前なんですけども、情報発信をする動機がもらえたってことですよね。で、はっきり言ってね、ネットビジネス塾なんて入んなくても別に発信なんていくらでも自由にできるわけですよ。で、ネットビジネス塾に入っても情報発信何すればいいんですかって質問が来るし、これをこれをやりましょうって言っても続かないわけでしょ。じゃあネットビジネス塾入っても入ってなくても一緒なんですよ。で、私の場合はネットビジネス塾を購入してそこに参加したその大きな動機っていうのは、まあなんだろうな、まあ堂々と質問ができるぐらいですか。外野としてね、メッセージを送っても返信は来たと思うんですよ。ただやっぱり相手の立場になった時に、お金を払わない人にサポートする熱量と、お金を払ってくれた人としっかりと関わっていくその熱量とっていうのは、当たり前のようにお金をね払った方だと思うんですよ。で、私がどう苦しく払おうが、どう楽ちんで払おうが、もらう方にあんまり関係ないんですけども、妥協して妥協して妥協した金額がそのね、30何万とかだったとすれば、そこにこちらもね、やっぱり頑張って手を伸ばさないといけないかなと思いました。で、こんなね、儲けてんだったらこんな金額でもうタダで教えてくれればいいじゃんっていうのももちろんそうなんですよ。だから儲けてる人が無料の発信をしてるから、それを行けばいいんですよ。ただ自分が選んだのは儲けていて有料で発信してる人だったんで、それはしょうがないですよね。儲けていて無料で発信してる人のことを、じゃあそこ行けばいいかって言ったら、いや、無料で提供してるってことは大した情報じゃないんじゃないか、もしくは無料で提供してるから責任取ってくれないんじゃないかっていう風な疑念が湧くでしょ、結局。だからね、自分がね、情報をどう受け止めてるかってこともすごく大きなことなんですよね。で、自分が情報を発信した時にどう受け止められるかってことも覚悟しなければなりません。お金をね、情報を伝えるのにお金を取るってことは、儲かる方法がいっぱいあって、儲けてる人がお金を取って儲ける方法をしてるなんて、結局この人は儲けてないんじゃないかなって思われるっていうリスクも込みだと思うんですよ。だからやっぱりね、情報発信っていうのはどういう形でやっても批判も浴びるし、そして同時に肯定もされるんで、もうあれ腹くくってやるしかないんじゃないかなと思いますよね。はい。で、今回ね、情報発信のネタっていうタイトルで吉田さんからいただいたんで、情報発信のネタ何がいいのっていうことなんですけども、私はね、吉田さん見てください。なんかね、通販で買ったらすぐ放送、何かなくしたら放送、免許の更新したら放送、
まあそんな感じですよ。ドジってマイナスになってもそれをネタにするとかね、うまくいっていいことがあってもそれをネタにするとか学びにするとか、それはもう数限りなくやってます。映画を見たら映画のレビューもしますしね、何あれですよ、スクールウォーヒーローズ、スクールウォーズヒーロー、いい映画でしたよね。いい映画だって言って吉谷さん見て、いや感動したっすわみたいな感じになったり、南の帝王って言ったら南の帝王で返してきたりとかね。でそういうのも一つのコンテンツになっていくってことなんですよ。要するにコンテンツを見ればコンテンツになるとかね、一日中何もしなくてもこれで良かったんだろうかっていう悩みが湧き上がってきて、不安が湧き上がってきて、それが発信のネタになると、もう何でもいいわけなんですよ。でなんで何でもいいかっていうと、どんな情報発信をしても共感する人は必ずいるんですよ。で世界にねたくさんの人がいます。日本語を話せる人だけでも1億人、2億人ぐらいいるのかもしれません。その人たちがね、寄ってたかって自分の放送を見て共感する人が一人もいないっていう、そんな情報発信ができたらまさにすごい人ですよ。で私が情報発信してることなんてもうありふれたことばかりです。でよくね大きな失敗をしましたみたいな人もいますけども、私ねそれがないんですよ。失敗をした経験がないんですよ。どれが失敗かって、人にこれは大きな失敗でしたねって言われることがあるんですけども、まあ、例えばね借金を抱えてしまったこととか会社を潰したこととかね、ありますよ。でもそれは失敗であると私は思えないんですよね。私の力量で起きたことなんで、まあ等身大の自分の結果が出たかなってことなんですよ。失敗ってのは一番得意なことがこけることですよね。だからスクールウォーズで言ったら相模一高が相手チームをこうね油断して前半で56点取れたのに後半で46点しか取れなくって、監督に殴られるみたいなね。お前前半で56点取れたのになんで後半46点なんだ、お前ら後半手抜いただろバンバンバンみたいな感じですね。あれは失敗ですよ。だからね失敗ってのは私定義してるのは、得意分野をやってる時に訪れるのが失敗なんですよ。得意分野構図魔王師ですね、それが失敗だと思います。でも成功ってのは何かっていうと、苦手なことが苦手じゃなくなった時は成功だと思うんですよね。この苦手だったこととか、うまくいかなかったことがうまくいくようになってきた、もしくはうまくいかないままなんだけども、そこに学びがあってちょっと一段階上がったなっていうのが、私はまあ言ってみればね成功なのかなっていう気がしますよね。ということでね、こんな私の頭の中でぐちゃぐちゃ考えていることも情報発信の一つとなりね、まあ、この動画も数十人の方見てくださるんですよね。本当ありがとうございます。ということで、次も行ってみよう。